私は、なんだっけ、炎はですね、何度も再演をしてるんですけど、やるのはいつもナンパカだからか一から作っていってるんですね。それで本番にはそれをいろいろやったのを消化してやってるんですけど、また映画の時も、それをまた一から、炎を作ってたんですけど、またいろいろ考えちゃって、いろいろ瞑想しまして、先生にデビさんにです、あ、監督にですね、質問したら、炎はそんなにいつも不機嫌な人じゃないからねって言われて、あ、それで、ああと思って、それがとても助かりまして、それをそれで、できたんです、できたんですとか作ってたんです。それで、死者を見、もうちょっとしゃべりますね。死者を見てですね、初めて藤井直子と、このちゃんを見、このを見た時に、知らない人がいたんですね。初めてその私と役が乖離した、役でして、それはみんなの芝居もすご素晴らしいんですけど、だからそういう、映画に出させてもらっても、ごめんなさい、でも本当にありがとうございました。すみません。怖い。新崎役の小田です。新崎役っていうと割と「えっ？」みたいな、上等兵です。もしくは少佐殿です。少佐殿でおなじみの小田です。こうやってなんか、まず上映が延長になりまして、もう皆さんがこうして見に来ていただけるから、見に来ていただけるので、上映延長決まりまして、本当にありがとうございます。すぐつついたら泣きそうなんですけど、毎日こうやって SNS とかも見てて、なんかもうすぐ泣いちゃいそうな感じでもう見てるんですけど、あれですよね、ポンさんとこうやって舞台挨拶するのとかも初めてで、監督ともこんな感じでないっすよね。大人数でバサーとかいう感じは結構あるんですけど、まあなんかね、こうやって少佐殿って言って皆さん分かってくれて、で上等兵って言って分かっていただいて、でやっぱりなんか2人ともなんか皆さん愛してくれてるっていうのがすごく伝わってきて、本当にありがたいです。映画なんでこれからどうやって頑張っていいのか分かんないんですけど、こうやって舞台挨拶とか皆さんの前に立って、もっともっとこの映画を知ってもらえるように頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございます。本当に僕が司会でよかったと思います。まあこの2人よりはちょっとマシかなと思って、この間母親が初めて見に来たんですけど、もっとでっかい声で喋るって言われたんで、それでも決められるなしだ。映っちゃうんですよ、やっぱり監督がボソボソ喋るから、やっぱり僕らもボソボソになっちゃう。人のせいにするな。監督をさせてもらっている、デビッド・ミハラです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は、アクションナイトとかいうことで、アクションナイトにふさわしい役者を2名連れてきましたんで。なんでか言ってください、それを皆さんの前で。いや、俺は知らないもん。僕も知らないですよ。僕書たいてあったわけじゃないです。なんでなんだかさっぱりわかんないです。小野寺がやったの。あ、そうなんですね。じゃあ、とりあえずずっと連日お芝居を皆さんの前で見せてね、やっているのでね、見ていただいているので、2人でこれからずっとアクションを。だってアクションナイトだから作るやん。アクションナイトだ。例のあそこっすか。いや、アクションもやってて。そういうやつ。ダメ？2人で？
ションないやっていいんです。いや、やんなくていいよ。やんなくていい、やんなくていい。ごめんなさい、そんなに真に受けると思わない。ご自分が言ったんですよ。ご自分が今言ったんですよね。ま、あのアクションの、僕の方としてはアクションはちょっとこう本当難しくて、そうですね、まあ普通あの映画ってものすごくカットを割るんですね。アクションだとやっぱり、こう殴りかかるところで、はいみたいな、それをあの殴られて、はいみたいなっていうカットを割っていくので、ものすごく時間がかかるんですけど、まあまあ、あのご存知かもしれませんけど、うちはあの5日で撮りましたんで、まあ、全く時間がない状態でしたから、もうほぼ長回しカメラ2台置いて、役者にはもうそのアクションのシーンをやってもらうっていう、ことでした。なので、普通はあのそうですね、あの撮影だと下にこうマットとか置くんですけど、必ずそれはあの常備されていて、で、まあ、倒れ込むところとか、まあ、マットを置いてそれが映り込まないように撮るんですけど、まあ、うちはそれなしで。痛かった？でも全部映ってましたよね、なんかね、うん、まあまあ、だって引いてないからね、土ぼこりがね、すごかったですね。痛かったですね。痛かった。でも、痛かったね。でも砂利掃除はしたんですけどね、うん、あれでも、ね、そうね、痛かったですね、ごめんね、大丈夫です。時間がなかったし、まあ、なんかそういうのバーンと言ってほしかったし、はい、ごめんごめん、大丈夫？大丈夫です。まあ、あのアクションの話はあの僕ほんとこだわっていて、その分あのカット割りっていう、多分あのお気づきかも分かりませんけど、意外と長回しが多い中ですごくカットを割ってるんですね、アクションのシーンは。で、それはあの土曜日にアクションの俳優が来ますんで、ね、あの続きは土曜日に話します。はい、今日は、2人についてちょっとあの話します。あのなんて言いますか、このセブンガールズを各に、あ、まあ、作るにあたって、この2人は、まあ、僕この2人にも言ったことないんですけど、最初のモチーフなんです。一番最初のファーストエピソードなんですね。というのは、まず帰還兵というか、戦争帰りっていう人が、まあ、当時はたくさんいらっしゃったと思うんですけど、最近この何年でしょう、5、6年、7、8年かな、戦争から帰ってきた方たちの話が、まあ、NHK なんかで皆さん見たことある方もいらっしゃるかもしれませんけど、証言がたくさん出てきてるんですね。で、なんで今なのかっていうと、その方たちは、誰も喋らなかったんですね、やっぱ事実を。そのぐらい、悲惨なことがあって、で、戦争の中ですからもちろん普通ではないと思うんですけども、普通の精神状態ではない中でも、やっぱりそういう、例えば、まあ、ちょっと言えないようなことがたくさんあって、でそういう方たちが、まあ、証言を始めた。やっぱりそういうことを後世に残さなきゃいけないっていうことがあったと思うんですね。で、まあ、いろいろ殺人なんですよね、もちろん。でも普通の方たちです、やっぱり。幸せに日本に帰ってきて、生きて家族と一緒に過ごしている中で、やっぱりそれがものすごく負い目になっていくというか、一生忘れられないことになり、誰にも話さず最後を話して、まあ、亡くなっていった方たちがたくさんいらっしゃるんですけども、そういう中の一人なんですね。で、彼は、そのものすごく重い、まあ、人が信用から逃げたっていうものを背負ってるんですけれども、ただまあその人たちのエピソードから比べれば軽い、かなり軽いと思います。というのは物語にする上でそこまで重くできないっていう僕もありましたので、まあ、逃げた彼ですけれども、そこまで重くないエピソードを選んで、あえて選んでやりました。でもそれでもものすごく背負ってそのまま一生生き続けるっていう、自分が逃げたということ、親友から逃げたということを生き続けるという中で、まあ、娼婦という出会って、おそらく同じような何かを背負っている人っていう人に出会って、まあ、普通の人間にいわゆるなっていこうとする瞬間があったんですね。まあ、そういう人たちは多分そんなに簡単にはですね、気持ちを変えられないというか、生き様も変えられなかったと思うんですけれども、僕はやっぱりそういう証言をすごく聞いて、
何十年も背負い続けながら、あの誰にも言えずに亡くなっていった人たちの思いっていうのはものすごく心に響きまして、まあ、それをまず書きたいというのがありまして、でそれが新崎という形になりまして、で、まあ、このに関しては、多分あのそれほど何かを踏ん切ってこの娼婦の世界に入ったわけではないんですね。彼女はあの、ショーガールというか歌手だったので、まあ普通の人たちよりは日本女子よりは、まあ、そういう世界に入りやすかったかもしれないですね。まあ、僕もそういう人たちを結構取材とかもしたんですけれども、やっぱりあのいつの間にかそうなっていたって人も結構いて、でなんですけどやっぱりどこか重いものを背負ってるっていうのがありまして、でそこにその負い目を感じるというよりは何かこう引っかかるものがあるっていうような感じの中で、まあ、幸せに生きようとしているっていうところがありましたけれども、まあ、そういう人たちの中で心が背負った者同士が通じ合って、多分一生言うはずのないことを新崎はこの理には言ってしまうという、いう瞬間なんですね。でそういう2人の、その背負った者同士が、まあ、出会って心があの打ち解けていく、開いていくっていうところのシーンをねやろうかなと思って、やっちゃおうか。そうみんなやってるんで、まあすごい聞いてました今、うん、やっちゃえばいいじゃん。よく軽く言いますけどね、なんかねそうやってね、いつもね。じゃあまあこれまだ俺持ってよかった。今日何かあったのか。え、別に。居候してたあの男、出てったそうだな。あら、誰かに聞いたの？ああ、でも俺はお前の口から聞きたかった。は？俺は何でも知りたい。お前のことも、お前の周りで起こったことも、苦しいことも、悲しいことも、好きな花も、見たい景色も、全部知りたい。詩人？聞かないのが決まりだったな。すまん。教えてあげるわ。え？その代わり少佐殿も教えて。苦しかったことだけじゃなくて、好きな花や見たい景色、全部知りたい。こうやって言うのよ。この上等兵だ。まああの2人が、まあ人になるというか、ちょっとこんな言い方が語弊があるんですけれども、普通の感情を、まあ多分感情を表に出さないで生き続けてきた人たちなので、それを、まあ、自分の感情を表に出した瞬間のシーンをこれは、まあ、作りました。多分このは、おそらく一生結婚しなかったでしょうし、で意外と近くにいるんだよね。横浜出身だよね、はい、横浜出身で、お母さんも健在で、はい、でずっとお母さんに会いたいと思ってるんでね、はいはい、なんだけれども、まあ、行けないという、できっとここで結婚をしてお母さんに会いに行くっていうことだよね、はい。まあ、それがちょっと残念な結末になっちゃったんですけれども、はい、まあ、あの当時は、本当に簡単にそうやって、まあ、ヤクザの抗争とかいうことで、まあ、ヤクザというか当時はクレン隊っていう言い方ですね、あ の人たちにこう巻き込まれたりとかしながら生きてたので、まあ、そういうことが日常茶飯事あったんですね、まあ、あの当然新聞に出るようなことでもなく、まあ、そういう時代だったということですね。ね、
その通りです。随分喋ったこれ。はい。びっくりしました。そんな喋れるんですね。楽しい。すごいね。これからもたくさん喋ってください。今日はあの多分僕これ以上喋ることはこの回しかないので。レアです。はい。でも本当ありがとうございました。それでじゃあ一言ずつまた最後に皆さんに。はい。じゃあもうちょっとここのちゃんは私が思うこのちゃんはですね、パンパン宿にいて本当に幸せだったと思うんです。パンパン宿の人たちとか隣のパンパンとか篠崎くんは別格にして本当に幸せなそういうのをやって助けてもらって本当にこの映画でも皆さんに助けてもらってばっかりで延長も決まりましたし本当に本当にどうもありがとうございます。これからも、セブンガールズは進んでいきたいと思います。皆さんと一緒に進んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。もし気に入ってなんていただけたらですね同僚の方々に方とかにこうセブンガールズがさとかのつぶやいてもらったりSNS で感想とかは時間かかっちゃうので、セブンガールズに行ってきただけでも書いていただければすごく、嬉しいです。励みになります。どうぞ、これからもよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。すごいしっかり喋るじゃないですか。喋ったかなこれ。もう言うことはないです。なんかさっきここで言うことを先に言っちゃいましたね、僕ね。なんかね、お前意外とダメだな。そうダメなんですよ、これ、ね、本当になんかもう感謝とかもうありがとうございますばっかりでもなんかもう恐縮なんですけど、もうそれしかなくて、もう本当にセブンガールズ皆さんが愛してくれてるなっていうのを本当に思いますので、これからもぜひぜひ、セブンガールズよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。僕がしっかりしなきゃいけないと今思ってるところなんですけどね。本当に5日で撮った映画で、まあ、本当にすごく予算の小さい映画でもうおかげさまで、長く長く今のところ終わらずにやらさせていただいていて、それはやっぱりお客様が、見てくださるお客様がいらっしゃるっていうことなんですね。僕らがこれは頑張ってもできないことですので、もう本当にありがたく思っています。まだまだどうやら続きそうな気配もあるのですね、これが。なのでただお客さんが入ってくれるかどうかはまたこれわからない話なので、そこは本当にもう切に切に僕らにとってはこのものすごく大きな挑戦なんですね。たくさん大型映画がある中でサイズは小さいですけれども、ずっとずっとたくさんの人に見ていただけるような映画になってほしいなというふうに思っています。たくさんいろんな人の思いを背負っている映画なので、一日でも長く一人でも多くの皆様に見ていただきたいと思っています。本日はどうもありがとうございました。